お花紙の切りくずで作った小さな桃の花飾りです。捨てずに取っておいたお花紙の切りくずをさらに細かく切ります。切っていないお花紙を使ってもいいです。これは畳屋さんで分けてもらった畳の切れ端です。畳の目7つ分に切って端からいぐさをほぐします。いぐさがない場合はフラワーワイヤーを12センチくらいに切ったものを使います。スライムなどに使う PVA 洗濯のりを口の広い容器に入れておきます。ここに先ほどほぐしておいたいぐさの約3分の2まで浸して、細かく切ったお花紙をパン粉をまぶすようにしてつけます。これを花飾り1つにつき5本作り、しっかり乾かしておきます。ティッシュペーパーを細長く6分の1にしたものを半分に折ります。そこに切りくずをつけたいぐさを少しずつ間を空けながら巻いていきます。端まで巻いたら糊で留めておきます。畳の切れ端を長さ約20センチ、畳の目3つ分に切っておきます。両端は瞬間接着剤をつけてから切るとバラバラになりません。畳がない場合は片面段ボールを使ってください。巻き始めと巻き終わりに糊をつけ、ティッシュが見えないように巻いていきます。最後まで巻いたら輪ゴムで仮止めします。段ボールを使うときは糊はデコボコしていない方につけて巻いていきます。最後に金色のテープをぐるりと一周巻きつけて出来上がりです。千代紙などを細く切って巻きつけてもいいです。折り紙で作ったお雛様などと一緒に飾るととても可愛いです。